の秋田市砂浜にやってきました。まだちょっと地合いには早いです。これからあとまあ30分後かな、アジタイムが始まります。で今回延べ竿とあとはですね、ハモ、これを使って引き抜きでバンバンと打ち抜いてアジを入れ食いさせたいなと思います。使う仕掛けですね、まず延べ竿にナイロンラインを 1.2 号張ってます。それに先端に基本的にはジグヘッドとワームで、非常食、非常餌にこちらのオキアミ使って、まあ食いが悪い時はこれを使って、もう基本的にユウマヅメ、岸際でアジの活性が爆上げになるので、そうなればもうワームでバンバン手返しよく釣っていきます。めっちゃ太ってる。めっちゃ太ってる。わあ、でかかったんじゃないの？何？